はいどうも、田原元就です。この動画でフローラステークスの前頭分析を行っていきたいと思っております。オークストライアルということでね、本番にもつながるようなそんな一戦だと考えております。まずはね、前頭分析から紐解いていきたいとそう思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、バンルーラーです。この馬なんですけれどもね、週中のデータ分析で出した通りですね、クンシランショー組、非常にこのレースと相性がいいです。ただこの馬単体に関して言いますと、前走が 1000m 通過62秒9、そんな超スローを逃げ切ったというそんな内容だったんですね。正直レースレベルとしてどうだったんだろうと、僕はちょっとそこを禁じ得ない部分がありますし、今回ね、関東圏ということになります。この馬関東圏、2回ほど使われていたんですけれども、2回いずれも掲示板外に敗れてしまいました。僕としてはね、ちょっと厳しいというようなそんな評価となりました。はい、エバーハンティングです。前走がね、1勝クラスだったんですけれども、掲示板外に敗れてしまいました。改めて新馬戦を振り返るとね、超スローのそんな展開だったんですけれども、それを逃げ切った。やっぱ展開量がかなり大きかったのかなと、そう思ってしまいました。ここでの一平は厳しいと思います。はい、エリカビータです。前走フェアリーステークスだったんですけれども、2番人気というそんな支持を集めておりました。まあ、ジョッキーとかね、そういった外的要因もあったと思うんですけれども、個人的には、ちょっと人気しすぎかなと、そうも思ったんですね。まあ、結果は10着ではあったんですけれども、今考えますとね、新馬戦の時計とかそういったものは平凡な息を出ません。まあ、当時ね、新馬戦で負かした馬の中で、後に芝で勝ち上がった馬、実はこれ1頭もいないですね。ちょっと当時のレースレベル、そこに関しても疑問を禁じ得ませんので、ここでの一平は僕は厳しいと判断をいたしました。はい、北サンシュガーです。デビュー戦結構ね、強烈な末脚で差し切ったんですけれども、前走フラワーカップ、こちらの方は馬券外になってしまいました。まあ、新馬戦と前走フラワーカップ、いずれもね、ちょっと点に行けないようなそんな客室が露見してしまった、そこに関してはね、ちょっとね、否めないというような判断となっております。まあ、開幕週の東京という条件でもありますし、ここでは評価を落としたいとそう考えております。はい、ゴールデンアワーです。前走未勝利を勝ち上がって、ようやくね、ここの重賞に臨むような、そんな一頭ですね。まあ、正直相手関係としてはね、やっぱ一勝クラスを経由せずにここに来たということで、なかなかちょっと判断がしづらい部分はあるんですけれども、前走のレースぶり、まあ、確かにレースレベルとしてはね、あの時期の未勝利ですので高いとは言い切れません。だったんですけれども、スタートで後手を踏んでしまったんですけれども、道中一気にまくってそのまま突き抜けた、なんかスタミナの塊みたいな、そんなようなレースぶりだったんですね。で、このレースで非常にスタミナが問われると言いますかね、やっぱオークスと繋がるような、そんなところもありますので、そこを証明している。ここに関してはね、一つプラス材料かなと捉えております。で、この馬なんですけれども、芝の2000メーター、この距離に関しては、1120と馬券圏外がありません。これまでね、例えばスクリーンヒーロー3区のウィン・マリリンであったりですとか、去年もね、確かロベルト系が勝っていたんですけれども、そういった連勝中というね、父ロベルト系の血統を持つ、そこも踏まえてね、ちょっと、確かに未勝利勝ったばっかであるんですけれども、乗ってはいけないという、そんな評価となりました。はい、シンシアウィッシュです。オープンクラスでもね、そこまで負けていなかったんですけれども、前走1勝クラス、こちらの方に戻りまして、無事連帯を果たした、そんな一頭ですね。ただこの馬に関して言いますと、馬券圏内に入った2戦、いずれも渋った馬場でした。まあ、ややもという馬場コンディションだったんですけれども、どっちかというとこの馬のボケですかね、そっちが出ていて、結構その時計のかかる馬場であったりですとか、タフな馬場コンディション、そこが合っているのかなとそう思っております。まあ、この絆3区に当たるわけなんですけれども、絆3区がね、東京芝 2000m のオープンクラス、この条件に限定いたしますと、0005と1頭も馬券圏内がありません。まあ、そういった血統背景考えるとね、ちょっとここは割引かざるを得ないかなとそう思っております。はい、ストキャスティックです。2回ほどね、この条件を使われていたんですけれども、いずれも馬券圏外になってしまいました。確かにこのレース、スタミナ型はね、いいと思うんですけれども、それにしてもちょっとスタミナが過ぎるなという、そんな印象もあるんですね。やっぱ 2000m ですら僕は短いと思います。まあ、それこそローカルのね、夏のローカルの2600とか、そんな条件に変わった時に見直したいとそう考えております。はい、トゥーさんです。金層ずっとね、2桁着順が続いてしまっています。ここで厳しいと思います。はい、パーソナルハイです。金さん層はすべて、重賞レースを使われていたんですけれども、16着、6着、6着、どう判断しようという、そんなような一頭なんですね。ただ、前走の桜花賞、こちらはかなり良かったです。まあ、6着という着順だったんですが、勝ち馬とは0秒2差というね、わずかな差でした。確かに結構大接戦の一戦だったので、なんとも言い切れないところはあるんですけれども、まあ、一戦級の相手にね、能力を示した、そこに関しては間違いありません。ただ今回に関しては一つね、ローテーションをどう取るか、もうここだけだと思うんですよね。まあ、叩き3戦目というところもあるんですけれども、感覚が詰まっている。ましてはね、前走桜花賞なんで、なんか、それこそ2周とか1周とか、そんな感じなんですよね。
で、ただですね、この馬 2000m この距離に関しては1100連帯率 100%、それこそね、赤松賞なんかで言いますとスターズオンワースとかナミュールとかそういった世代上位馬に対してね、2着に入っておりました。でも左回りのこの条件であれば僕はね、そこまで評価を下げることもないのかなとそう思っております。はい、鳳凰バニラです。このレースなんですけれども、前走君子蘭賞組、ここと非常に相性がいいです。その背景といたしましてね、その君子蘭賞というのが阪神の芝 1800m その条件で行われるわけなんですけれども、そことね結構関連性があるのかなとそう思っているんですね。となった時にこの鳳凰バニラ、この馬の前走が阪神芝 1800m でした。この馬なんですけれども前走アルメリア賞というね、牡馬混合のところと戦いまして3着という着順、勝った馬がピースオブエイトと言いまして、これが毎日杯を勝ちました。で、2着のジュンブロッサム、こちらが先週ねアーリントンカップで4着というそんな馬です。まあ、ボバの今年に関してはね、正直ボバの方がレベル高いです、牝馬に比べて、というような路線におきまして、ボバと一定の勝負を演じていた、ここはね見逃せないかなと僕は思っているんですね。で、そうですね、あとまあ牝馬限定に今回変わるということですので、 2000m 初の東京遠征、ここは確かにどうなるのかというところもあるんですけれども、戦ってきた相手、ここを考えるとね、重賞でも通用の可能性十分あると思います。はい、マイシンフォニーです。前走未勝利勝ち後に参戦したフィリーズレビューだったんですが、4着という着順でした。まあ、道中結構後ろの方に行ってしまったので、まあ、1008から1004への距離短縮、見事にはまらなかった。そんな言い方もできるのかなと思っております。やっぱハーツクライ3区ということでね、基本的には 1800m 以上、ここがね、一番合っていると僕は考えております。なので今回、600m の距離延長という、ちょっと無茶な、そんな感じもするローテなんですけれども、まあ、そこまでね、距離に関しては気にしなくて僕はいいと考えております。それ以上に気にしなければならないのは左回り、ここがちょっとかなり気になります。左回り2000使われて2000とも馬券圏外でした。確かにその距離延長という部分であったりですとか、 1800m で記録した時計、これはね結構開幕週の東京芝にマッチするのかなとそう思ってはいるんですけれども、ちょっとね、中心とかそういったところに滑るには躊躇してしまう、そんな一頭だと考えております。はい、モチベーションです。金層ね、ちょっと重症では歯が立たないようなそんな現状となっております。もう少しクラス慣れが必要かなとそう考えております。はい、ラスールです。この馬に関しては本当デビュー戦の時のねルベルジョッキーのコメントがあまりにも印象的すぎた、そんな一頭ですね。まあ新しいグランアレグリアですねみたいな、そんなようなことをね、ちょっとリップサービス込みだとは思うんですけれども言っておりまして、まあ2走前がちょっとねスムーズさを欠いたんですが、前走あっさりと勝利をいたしました。ポテンシャルに関してはね、確かにそれになる可能性は全くゼロではないんですけれども、やっぱ今回ローテーションがどうしても気になっちゃうんですよね。まあデビューからずっと左回りの 1600m を使われてきた馬です。それが今回ねフローラステークス、2000m への距離延長に加えまして、結構この開幕週東京芝 2000m なんですけれども、いわゆる洋芝畑がね、開幕週開催後半に比べましてまだ長いというそんな状況ですので、結構タフですなった時に、この馬に関してはやっぱ1600ベストというか、まあ過去ねこれしかやってないんで分かんないんですけれども、少なくとも1004型の1600かなという僕は印象があるんですね。これが例えばね、すごく絶好の赤を取ったですとか、本当に前が止まらないとか、そういった馬場になった時にやっぱ評価は変えなきゃとは思うんですけれども、ちょっとね現状はまだ不安の方が先走ってしまう、そう考えております。はい、ルージュエヴァイユです。新馬戦とデイジー賞いずれも上がり3波の最速、そんな足で勝ち上がった、そんな一頭ですね。特に前走なんかすごく印象的でして、もう前残りの展開だったんですけれどもね、結構 3,4 コーナーから結構押してという感じではあったんですけれども、遡って、一気に突き抜けた、そんな着差以上のね強さを与えられるようなそんな勝ち方だったと思っております。ただですね、この過去2戦を振り返った時にいずれも、中山戦8で後方待機という客室でした。やっぱ点の脱出力に関しては欠けるとは言わざるを得ません。やっぱ急にここの舞台に変わって、それこそ四角四五番手とかで入れるようなイメージは僕は全く湧いておりませんので、今回に関してはねポテンシャルは高いです。なんですけれども、ちょっと差し損ねの方がねちょっと心配として頭によぎってしまう、そんな一頭だと考えてください。はい、ルージュシテリアです。この馬に関しては新馬戦、こちらの方を、ピックアップしたいんですね。新潟で勝ったんですけれども、上がり3波の32秒7、まあ確かに先通過相当遅かったのでこんくらいの上がりは出ます。なのでここに関してはね参考記録程度でいいと思うんですけれども、当時2着に任した馬、これが後の桜花賞はスターズオンワースというね、そんな一戦だったんですね。で、当時のスターズオンワースに騎乗していた鞍上というのが、レース後に、勝った馬が強かったですと、もう脱帽していたような、そんなような一戦でした。で、まあ、すごく価値の高いような一戦だったと思うんですけれども、その一戦を経まして前走チューリップ賞、
まあ、休み明けでいきなり挑戦したわけなんですけれども、スタートでもう終わりましたね、完全に。もう立ち上がってしまってね、もうその時点で自演だという、そんな一戦だったんですけれども、それでもアガリサン・ハロンは最速でした。まあ、一定のポテンシャルというか、例えばね、その、能力が全く新馬戦とは違ってしまったとか、そういったものはなかったので、今回鞍上は福永雄一ジョッキーに変わるということでして、まあ、スタートはね、新馬戦のところでも証明済みとなっております。おそらく、今回は5番手以内は確実に取ってくれると思うんですけれども、その位置でね、うまく馬群で運べれば勝ちパターンに運べると僕は考えておりますので、今回はね、巻き返しの可能性は高いとそう考えております。はい、以上でフローラステークスの前頭分析は終了となります。今年なんですけれども結構クラブ馬がね、強いようなそんな印象が伺いました。で、それを反映したようなそんな前頭分析となっておりますので、何か参考になったらね、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。